久保さん、僕20年かかって親知らず抜きましたね。20年流れましたね。<laughs> なんかね、20歳ぐらいの時に、あの、まあ、上の親知らずは抜いたんですよ。で、下の親知らずですね。あの、抜く予定だったんですけど、抜かず、流れました、20年。 で、もうさすがにっていうことで、40歳になりましたんで、そう。まあ、去年ね、大きい、僕は歯の治療をしまして、百何万かかりましたね。で、その時にまあ、親知らずも抜きましょうってなって、紹介、紹介状書,書いてもらって、抜きました。これで、この前こっち抜いて、痛い。痛いっすね。 痛いっすよ。でも20年あっという間ですよ。久保さんも20年あっという間だから70すか <laughs>。でも久保さんの10年も早かったですね。だって僕も鹿児島7年だもん、秒で終わりましたから、20年も秒で終わるんじゃないですかね。そう。やっぱね、やらないとね、流れますからね。やろうやろう。20年です <laughs>。 どっかでせき止めないと、川の流れはね、ずっと流れっぱなしですよ。どっかでダム作んないと流れます。いってらっしゃい。